マーサ21プレゼンツ、心動く出会いを。この番組はマーサ21の提供でお送りします。皆さんの心動いたエピソードを伺いました。テーマはマーサ21で夢を語ろうです。夢は100円ショップの店員さんです。一番買って嬉しかったものなんですか？おもちゃだな。わざとシャーンって言われる店員さんになりたいです。ケーキ屋さんになることです。ママがケーキ好きだからです。ママの大好きなケーキは何ですか？フルーツたっぷりのケーキです。なごみちゃんの好きなケーキは何ですか？チョコケーキです。みんなを笑顔にしたいケーキを作りたいです。サッカー選手です。サッカーはどんなところが好きなのかな？シュートが強く打てるところ。サッカーが上手くなるためにこんなことしてるっていうのをちょっと教えて。リフティングとかドリブル練習とかシュート練習。シュートがたくさん入ってロングシュートがたくさん入る選手になりたい。中日ドラゴンズ日本一です。いや、昔からずっと大ファンで、本当に強かった時の栄光が忘れられなくて、で今も、まあ、順位はあんま伸びてないんですけど、やっぱ若手のいい選手とか魅力あるチームなんで、なんか周りから弱いとか人気ないとかバカにされるのがずっと悔しくて、もう優勝で見返してほしいです。あと若手の活躍見たいですね。若手の選手のホームランとかいいピッチング、 WBC で活躍した選手もいるんで、やっぱ若い力で優勝してほしいです。ワールドカップに出場することです。どうしてそう思ったの？サッカーが好きだからです。かっこいい選手になりたい。かっこいいってどんな風にかっこいい選手？派手に決めたい。将来かっこいいプレーでみんなに見せたいです。素敵なエピソードありがとうございました。それでは今週の一押し。頭も心も成長する基礎運動教室ビオヨンドです。一押しは0歳から小学生のお子様まで無料体験レッスンを受けられることです。ビオヨンドでは少人数でレッスンをしておりますので、一人一人のレベルに合わせたレッスンが可能です。運動をしてみたいと思っている方、ぜひ無料体験レッスンからご参加してみてください。お申し込みはホームページからビオヨンドギフで検索をお願いいたします。次回の収録は5月27日土曜日です。皆さんの熱い思いお待ちしています。この番組はマーサ21の提供でお送りしました。